平素より大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、3週目の7話なんですけどももうちょっと声がね、ワクワクしてますもんねいやちょっとね、前回のね6話の内容もだし、あと7話への入り、ちょっと完璧すぎたよね。まあ、これまでやってきてね、あんまり7話は7話はさっくり終わるものっていうのを頭に置いてた方がいいなとは思ってるんですけど、どうしても期待してしまうな。まあ、前回はね、和子おばさんの6話として、私稲葉陽子のおばあちゃん、和子おばさんにとっては義理のお母さんって言ってましたけど、まあ、おばあちゃんの幼女時代の話でしたね。赤い靴の女の子との因縁が語られて、その後稲葉家に代々伝わる女の子が七五三の時にって言ってたよね、七五三の時に行う残酷な儀式というのがあって、それを俺はできてないらしいんですよね。でこれからやりに行こっかっていう流れだったんですけど、ちょっとやっていきますよ。いやー楽しみだな。本当にね、和子おばさんの曲がね素晴らしいですね前回ちょっとあんま言及はできなかったんだけど、あの一回おばあちゃんの話した後に戻ってきての和子おばさんのテーマが痺れましたね、ちょっと編集してて。まずは私と一緒にお堂へ行くのよ、ちょっと待ってて用意してくるから。和子おばさまそそくさと開かずの間を出て行った。このままだと二人で行く感じですよね。他の人は来ないのかな。赤い靴の子へのお参り、行くなんて言ってしまったけれど、一体どんなものなのかしら、残酷なお参りって。ゆかり姉さん、でもさ、私だって3歳の特別なお参りなんてしてないよ。あ、そうなの。じゃあ一緒に行く。あんな話真に受けることなかったんじゃない。ゆかり姉さんが私を見て言った。安明さんのお母さんとか妹はやってるって言ってたよね。ゆかりちゃんは直接おばあちゃんの血を引いてないだろう。あ、そうなん。だからだよ、今ここにいる人たちの中でおばあちゃんの血を引いているのは俺と吉尾と陽子ちゃんだけなんだ。はあ、なるほどね。ちょっとね、親戚っていう一括りですけど、どういう関係性なのかはあんま分かってないもんね。安明さんが私の肩を叩く。やだ、ドキドキしちゃうそう、陽子ね、何喜んでるんだよ。なんかみんな出てきてくれんね。吉尾が割り込んできた。ニヤニヤしてる場合じゃないだろ、お参りに行かなきゃならないんだから。そうだ陽子ね、怖いだろ。私も同行しようじゃないの。おまじないしてやるよ。ちょっと左手出してみな。これなんだろう。これなんかでもありそうじゃない。ここおまじないしてもらわないと死ある気がします。じゃあちょっと吉尾さんがそう言うんだったら、よし、じゃあ目をつぶって。そう言うと吉尾はいきなり人の手にマジックで落書きをした。吉尾、全くなんてやつ。いや、これが多分役に立つんだよ。なんで怒るんだよ、おまじないって言っただろ。そうか、ごめん、そんなの信用できない。もう吉尾さんほどの語り手がそういうのであれば、ふん、俺がやること何でも悪く取るんだから。分かったわよ、ほら、拗ねないの。拗ねてないよ。なんだよ陽子姉は、安明おじさんにばっかニコニコしちゃってさ。そうかなもっと鉄おじさんとかの方がニコニコしてると思うけど。うるさい、怒鳴ってやると吉尾は口を膨らませ拗ねてしまった。ふん、何やらブツブツ言っている。ムシムシっていうか、もうあれだね、7話は選択肢ないのかなとか思ってたんですけど、普通にあったな。選んでましたけど、もうすでに2つありましたもんね。そうこうしているうちに和子おばさんが白い箱を持って入ってきた。何の箱ですか。
なんかの生首とか入ってんのかな。お待たせ。そう言って畳に座り、箱を開ける。ここで開けんの？え？怖えよ怖えよ。中には白い着物を着た日本人形が入っていた。首のところが真っ二つにもげている。こんな画像あるんだったら、安明さんの録画で日本人形を見つけた時に出せばよかったのにね。キャー！なんで首が折れてんの？あれダメよ、横ちゃん。怖いでしょ？あんまり見ない方がいいわ。今までこの人形を使って何度もお参りをしていたから、こんなになってしまったの。人形を使ったお参りなんだ。思わず後ずさった私に、和子おばさんは右手を差し伸べた。さあ、ヨコちゃん。髪の毛を一本ちょうだい。髪の毛。このお参りに必要なの。さあ。どう使うつもりなんだろう。和子おばさんの鼻の頭に、じっとり滲んだ汗が見えた。和子おばさんも緊張してんのか。よく見ると手のひらにも汗が浮かんでいる。一体どうしようと言うんだろう。このお人形はね、陽子ちゃんの身代わりになってくれるのよ。陽子ちゃんの髪の毛を人形の懐に入れてお参りに行くの。そうすれば人形が赤い靴の女の子の役を代わりに受けてくれるのよ。あー、たたられてるってこと。代々和子おばさんは私の目をまっすぐに見つめた。赤い靴の女の子はあの時死んだんかな。その怨念どうなったかはね、きちんと語られてないんだよね。非常にいい塩梅で謎を残してるんですよね、6話はね。私も和子おばさんから目が離せない。さあ、横ちゃん、髪の毛を抜いて。まあ言われるがままに行きますか。抜きます。抜きますね。ありがとう。痛かったでしょ。ごめんなさいね。和子おばさんは人形を丁寧に取り出した。私の髪を人形の懐に忍ばせる。そして人形を前に抱き、白い着物についていた紐を肩にかけてしっかりと結んだ。じゃあお参りに行きましょう。矢崎さん、ちょっと待ってくださいよ。二人だけで行くんですか、こんな夜中に。来たよ、この流れ矢崎さんが立ち上がった。じゃあみんなで行きましょうよ。大丈夫よ、お堂はすぐ近くなんだから。歩いても3分はかからないわ。だいぶ近いね。和子おばさんは穏やかに微笑んだ。さあ、陽子ちゃん、行きましょう。和子おばさんに手を引かれ、開かずの間を出る。やっぱ二人で行くんか。あー、ちょっと戦闘能力が低いよね、このパーティーはね。鉄おじさん欲しいな。廊下は怖いくらいに静まり返っていた。もう親戚のみんなは帰ったか寝てしまったんだろう。そう、あの人来ねえな、和弘さん。和弘さんが来る7話もあるんでしょうけどね。廊下を歩く音がやけに響いていた。玄関を出ると和子おばさんが懐中電灯をつけた。外は随分暗い。懐中電灯だけでは足元がよく見えない。陽子ちゃん、気をつけて。今夜は月こもりだから。月こもり。ほら空を見て。月の明かりがないでしょ。満月の反対で月がこもっている夜のことを言うのよ。なるほど。そういう意味なんですね。月こもりね。ちゃんと調べてなかったな、今まで。足元が暗いでしょ。転ばないように気をつけて。ちょっとそれ、見せんのやめてほしいな。暗闇の中で和子おばさんの肩に結びつけられた人形の着物の白さが、ほんのりと光っていた。あの人形の懐には、私の髪が入っている。思い出すわね。陽子ちゃんのお宮参り。え？赤ちゃんが生まれてからだいたい1ヶ月ぐらい経った頃に神社へお参りに行くでしょ。お宮参りってあのお箸もらうやつかな。なんかあるよねいろいろあるんだよね。陽子ちゃんのお宮参りはこの神社でやったのよ。ほら、ちょうどこんな風に白い祝い着を着せて、和子おばさんは胸に抱いた人形をあやすように揺らした。さあ、陽子ちゃん、着いたわよ。まずこの人形を陽子ちゃんに見立てて、お宮参りの真似をするからね。もう神社着いたんか。和子おばさんはお堂への石段を上がり始めた。私も後についていく。石段の向こうに赤い鳥居が見えた。お宮参りの真似とは？知っ
ってる？お宮参りってもともとは意味明けのお参りだったんだって。意味？簡単に言えば触れてはいけないこと、立ち入ると良くないことが降りかかるって感じかしら。昔はね、出産が意味とされていたの。どうしてかしらね、おめでたいことじゃない、子供が生まれるのって。和子おばさんは一人で喋り続けた。よしおもここでお宮参りをしたのよ。あの子赤ちゃんの時はすごく可愛かったんだから。今はずいぶん生意気になってしまったけどね。うん、語り手のレベルとしても非常に好意にありますからね。和子おばさんは懐かしそうに鳥居を見た。目の端が笑っている。ついこの間のことのように思えるのに、本当に子供ってすぐに大きくなるのよね。不思議な感じよ。自分が産んだ子供なのに自分とは違う心を持って成長していくんだから。一歩一歩石段を上がっていく。一人っ子なのかな、よしおは。足元が暗くて闇を踏みしめているような感じ。月こもりの夜か。寒いわ。近くだと思って寝巻きで来てしまったから。それは春ぐらいだよね。 3月ぐらいでしたっけ、設定的には。まあ寒いよね。ふと見ると和子おばさんも上着を羽織っていない。でもそんなことは気にしていないみたい。寒いより緊張の方が勝っているのかしら。よしおは私のことをどう思っているのかしらね。和子おばさん、和子おばさんはいきなりそんなことを言い出した。え？あの子私の言うことを全然聞かないのよ。わざと反抗したりもするし。選択肢か、子供ってみんなそうですよ。きっと嫌われてるんでしょ。絶対選べないんだけど、こんな。まあみんなそうだと思いますよ。まあ私も子供ですけどね。そう、そうよね。でもたまに考えてしまうのよ。子供って親がどんなに思っているか分かっているのかしらって。和子おばさんの背中がやけに寂しく見えた。まあ実際自分も親になってみないと本当の意味では気持ちは分からないかもね。母親ってみんなこんなことを思うのかしら。そうこうしているうちに石段を登り切った。和子おばさんと二人でお堂に行く。お堂まで来たか。じゃあお堂に向かって手を合わせて。これでお宮参りは終わりよ。これでいいの？手を合わせ目をつぶる。肩から少し力が抜けた。一旦戻りましょう。それからもう一度ここに来るわよ。え？二段階あんの。今度は少し残酷なことをするけど。背中がヒヤリとする。残酷なお参りってなんだろうね。そうよ。残酷なお参りってことだったのよね。一体何をするっていうのかしら。和子おばさん。さあ、陽子ちゃん、早く帰りましょう。どうした俺。和子おばさんは一人でさっさと歩き始めた。あ、待ってください。その時ゴトッと何かが落ちる音がした。不意に視界が暗くなる。え、和子おばさんが懐中電灯を落としたんだわ。え、ギャー。和子おばさんの声。突然和子おばさんが叫んだ。おばさん、どうしたんですか。大丈夫？うぐぅ。返事の代わりにうめき声が聞こえてきた。石段の下の方から。落ちた。まさか落ちたんじゃ。和子おばさん、手探りで懐中電灯を拾う。下を照らすと和子おばさんが胸を抱えて苦しんでいた。ああ、大丈夫ですか？やばいな。苦しい息。ぐ。必死で息をしようとしてぜいぜい言っている。胸を打って息ができないようだった。どうしよう。近いんだよな、家。呼んでこようよ。その時、背後で何かが動く音がした。木の葉を踏むような音。誰かいる。誰かに突き落とされた。誰かいるの？目を凝らすと黒い影が木の間に隠れ去った。影を、いや、おばさんの方が優先じゃない？和子おばさんの様子を見る。和子おばさん、声をかけても、声をかけても返事がない。和子おばさん、和子おばさんは目を見開いたまま動かなくなっていた。
これは死ぬの、まさか死キャー。私は夢中で走った。いた。途中で転ぶ。でも立ち止まってはいられない。すぐに起き上がり旧家まで走った。手掃除さん、助けて。陽子ちゃん、どうしたんだい。庭で鉄おじさんに呼び止められた。今、赤ずおばさんが石段から落ちて。私は慌てて説明し、赤ずの前へと進んだ。母ちゃんが大丈夫なのか。とりあえず救急車を。事情を話すと、吉尾がすぐに立ち上がった。わからない。どうしよう。それに、お堂のあたりに黒い影が。母ちゃん、どこにいるんだよ。ごめんなさい。お堂の石段のところに。そのまま。なんだって。吉尾の声が震えている。まさみおばさん。まさみおばさんがいるのはちょっと、心強いね。吉尾くん、落ち着いてくださいな。まさみおばさんが寄ってきた。まずは、陽子ちゃんから詳しいことを聞きませんと。いや、とりあえずみんなで向かいながら話せばいいんじゃない。黒い影が見えたってことでしたわよね。でしたら、ひとまず逃げたのは賢明な判断ですわ。それが何かはわかりませんが、いつまでもそこにいたらきっと危険でしたわよ。そんなのわかってるよ。でもどうなんだよ、母ちゃんは大丈夫なのか。早く助けに行かないと。よし、待てよ。俺が確かめに行ってやるから。安明さんが立ち上がった。よろしければ私も行きましょうか。応急手当をしますわ。他にも男性が何人か来てくださるといいのですが。鉄王子、まさみさん、自分も行きますよ。なんかすごい頼りになるね、親戚たちね。嬉しい。あんまり頼りにできなかったからな、これまで。鉄王子さんも腰を上げる。みんな行っちゃうの？だったら私も行くわ。そのお堂とやらを見てやろうじゃない。ゆかり姉さんまで。まあ、みんなで行きましょう。俺も行くぞ。吉尾が反対はさせないというように強く言った。全員か。ちょっと待てよ。これじゃあ、陽子ちゃんが一人になっちゃうじゃないか。いや、俺も行くよ。戸惑う安明さんにゆかり姉さんが答えた。みんなで行けばいいじゃない。どっちみち陽子には和子おばさんがどこで倒れたかを教えてもらわなきゃならないでしょう。その時、急に襖が開いた。キャー。え？誰？思わず声を上げてみると、30くらいの男の人が立っていた。わあ、やっぱり和弘。和弘さん来た。ちょっと、タイミング悪いな。安明さんが叫ぶ。この人が和弘さん？こんなことしてる場合では、まさみおばさんがまだ来ないって言っていた人。こんな人親戚にいたかしら。初対面なんだ、俺とは。遅かったじゃないか。どうしたんだ。ちょっと仕事が長引いてね。安明さんと和弘さんはそんな会話を交わした。ところで、どうしたんだい、みんな。そんな顔をして。和弘さんは赤ずの間を見回していった。いや、なんでもない。さあ、みんな行こう。和弘さんは置いて、安明さんがそそくさと部屋を出る。いや、引き止めるのはおかしいでしょ。出よう。そうね。今、下手に事情を話さない方がいいわよね。失礼します。私たちは和弘さんを置いて外に出て行った。わあ、暗いな。安明さんが表に出るな理由。懐中電灯つけます。これがないと何も見えませんよね。陽子ね、気をつけてくれよな。今夜月こもりだから。よしよ。和子おばさんと同じことを言っている。私たちはお堂に向かって急ぎ足で進んだ。石段に着くと、和子おばさんは倒れたままの姿勢で転がっていた。じゃあ、脈を見ますわよ。まさみおばさんが近寄る。どうだい？大丈夫そうか？鉄おじさんが覗き込む。まさみおばさんは何も言わない。ええ、うつむいたままじっとしている。まさか。え？マジで？残念ですけれど、まさみおばさんはわずかに顔を上げてそれだけ言った。和子おばさん死んでしまったの？嘘だ。もっとよく調べろよ。吉尾が叫ぶ。嘘なんかじゃありませんわ。
まさみおばさんはきっぱりと言い切った。よしお、どうしよう、こんなことになるなんて。え、マジで死んじゃうの？よしおはいきなり黙り込んでしまった。よしお、声をかけても答えない。そのうちよしおはもそりと動き出した。手を目のあたりに上げ、何かを拭っている。何回かそれを繰り返した後、服の袖で鼻をこすった。声も出さずに泣いている。かわいそう。よしお、全員何も言えなかった。みんながよしおの気配に意識を集中させてうつむいていた。横ね、黒い影ってどの辺にあったんだよ。突然よしおが思い立ったように顔を上げた。敵を撃つつもりか。そして鳥居へ続く石段を駆け上がる。犯人を捕まえてやる。ダメだよしお、安明さんが後を追う。同時に鉄王子さんも。何人かが石段を駆ける音がした。まさみおばさん、それともゆかり姉さん。お、戦闘モード。よしお、一人で行ったら危険よ。あ、叫んだのはゆかり姉さんだった。確かめる、走って逃げる。え、確かめるって何が起こったかを。一だろ、また何かあったの。懐中電灯を向けると、よしおの小さな体が宙に浮いているのが分かった。その向こうに目を見開いたまさみおばさんと鉄おじさんの顔。え、続いて重いものがぐしゃっと潰れたような鈍い音が響いた。よしおくん。よしおが落ちた。石段を降りる音。突然のことに私の思考はしばらく停止した。今何が起こったの？よしおくん！よしおくん！鉄おじさんがよしおの体を揺さぶっているようだった。乱暴にしてはいけませんわ。私が見ます。よしおの具合を見て、まさみおばさん黙って。このシナリオ本気出してくんね。曲も黙って首を振った。よしおも死んだの。ひとまず戻ろう。和子おばさんとよしおを家まで運ぶんだ。安明さんが提案する。なんてことなの。よしおが死ぬのはバッドかな。ちょっとその辺の予測はしないでやっていくか。よしおまでこんなことになるなんて。まさか赤い靴の女の子の呪い。でもなぜ呪いは女の子にだけかかるものではなかったの。うつむいた私の肩を安明さんが叩いた。陽子ちゃん、戻ろう。私たちは家族おばさんとよしおの死体を赤靴のままで運んだ。あー、びっくりした。怖いよ、和弘さん。お帰り。どうしたんだい？戻るなり和弘さんが声をかけてきた。服が怖いな。コートなんですかね。みんなどうしようと顔を見合わせる。どうしたんだいって言われてもね、話せば長くなるんだけど。安明さんが口を開き、事情を説明した。なんだって。一体誰の仕業なんだ？和弘さん、怪しい？アリバイはないよね。和弘さんは声を荒げた。ずっと一人でいたんかな。一応他にも人はいるはずですけどね。この家にもね。誰ってわかりませんよ。赤い靴の女の子の例の仕業かもしれませんし、鉄おじさんが言う。そんなバカな。ダメだよ、こんな夜中に神社跡に行くなんて。その子なんか寝負けじゃないか。変な奴がうろうろしていないとは限らないんだから。なんて常識的な。和弘さんが私を見ていった。例なんてまるで信じていない様子だわ。いきなり事故が続けて起こって例の仕業かと思ったりもしたけれど、その言葉で少し冷静になれた。まあ、例の仕業と決めつけられる要素はないよね。そういえばあの黒い影。誰か生きている人のものかもしれない。だったら一体誰が。
明かりもないところでね、狙って突き落とせる、私はちょっと考えてみた。さっきの吉尾、みんなの目の前で石段から落ちてしまった。でもあんなに暗かったらどんな人が突き落としたかなんてわからないわ。そんなことを考えていると安明さんがごそりと動いた。和子おばさんと吉尾の死体に白いシーツをかけている。そして思い出したようにこんなことを言い出した。ねえ陽子ちゃん、さっきのお参りのことだけど。え？これで中途半端にやめてしまったらよくないんじゃないかな。いきなり何を言い出すんだろう。まあ確かに2段階目があるんですもんね。そうか、安明さんは知っているのか、2段階目のお参りの内容を。今の事故が赤い靴の子の呪いかどうかはわからないけど、もしそうだとしたら最後までお参りをするべきだよ。いや、陽子ちゃんがお参りをしないとこのまま赤い靴の子は他のやつまで襲うかもしれないよね。おい安明、何を言い出すんだよ。和弘さんが睨んだ。和弘さんもおばあちゃんの血を引いてんのかね。分かってる、陽子ちゃんを行かせるのは確かに危険だと思うよ。なんだったら俺だけで行ってくるから。え、一人でできるもんなの。安明さんは和弘さんに目もくれず言葉を続けた。陽子ちゃん、和子おばさんが抱いている人形には君の髪の毛が入っているんだろう。このまま放っておくつもり？そうだったわ。いいかい、最初あの人形を陽子ちゃんに見立ててお宮参りをしたろう。次はね、あの人形に七五三のお参りをさせるんだよ。その後で陽子ちゃんの身代わりに石段から突き落とすんだ。安明さんは和子おばさんの肩から人形の着物の紐をほどいた。だから首が折れてんの。お参りをするときそんなことをしていたから人形の首がもげたりしたんだよ。結構残酷だろう。残酷なお参りってそういうことか。安明さんは丁寧に紐を自分の肩に結ぶ。最後にお堂の札に拝むんだけど、これは明日でもいいだろう。とにかく俺は石段に行ってこの人形を突き落としてくるから。いや一緒に行くけど、ごめんちょっと一回区切るかな。これさ、俺たちの見たかった7話来ちゃったんじゃないの、もしかして。本気のやつですよね。これで毎回来てよってちょっとね思っちゃうけど、ああ面白い、すげえ気になる続き。まあちょっとね時間なんで次回ついていきましょうか。安明さんと一緒にお参りを完成させに神社に行ってみようと思う。はい、また次のパートでお会いしましょう。一旦さよなら。